ニュースポストセブンです。出演激減の真相です。7月10日、小林稔侍さんの姿を久しぶりに目撃しました。今年3月25日に多臓器不全のため76歳で亡くなった映画監督の黒土光雄さんの偲ぶ会に参加した小林さん。近年はドラマで見かける回数が減り、体調を心配される声もありました。映画関係者は、2017年に長年連れ添った奥さんを亡くし、一時期はコロナ禍でドラマの撮影も困難な状況になりました。各局の制作スタッフも若返り、大ベテランとなった小林さんの知名度と存在感が合致する作品がなかなか見つからないそうですと明かしています。